今日はあの掃除隊ということでわざわざ来ていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。中あの来ていただくんでわざと掃除してません。うんうん、わざと、はい、だから掃除前と掃除後の写真を撮らせていただいてこんだけ頑張っていただきましたというところを証拠として残したいと思いますのでよろしくお願いします。はい。それからあの一応12時までここで、掃除をしていただくという計画なんですけどもまあまあそこそこ綺麗になったらもう終わっちゃって早く涼しいところこちらの方で、過去テラスというところがありますので過去テラスでできてんねん福利厚生施設が、動画とかちょっと見ていただきながら食事をしていただいてで、会社の説明とかをしていただくいうふうな形で一応考えております。あとジオラマはその間に挟んで、やりたいと思います。ここは早く終わればジオラマの方に先行っていただくとかいうふうな形で対応したいと思います。今日はあの私も、業務部の竹内理事長が参加しますので、よろしくお願いします。アップで、アップで、はい。最初の説明につきましては、営業部長の小村杉の方で対応しておきます。よろしくお願いします。あの、嫌いな食べ物ってないかな？あ、大丈夫です。一応マックの方知らんでね。おお。なんか食べれるやつを。すいません、ありがとうございます。いえいえ。じゃあ、そういうことで、あと、装備道具としては、雑巾を、濡れた雑巾用とそれから乾いた雑巾用で一応10枚ずつぐらいは用意してます。で、あとほうきと切り取りも一応置いてますんでそれはあの保存隊の皆さんに割り振って、はいはいはいやっていただけたらというふうに思います。じゃあ今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんかあのもしやれたら言われてください。特に特にあのもうあの全部話をしてくださったね。はい、あの楽しくそうね、はい、やっぱり自分主催でいや主催あいやいやいいですいいですそんなあの今日はあの清掃なんですけどもちろんだから清掃中はマスクしてということでであと中がまあ風通ししてくださってるんですけどあの熱中症これ我々倒れたら何してるか分かりませんからもちろんあの各自あの水分補給もまめにしていただいてしんどかったら休憩してもらって全然結構ですんでそうですね楽しく掃除やりたいと思います。じゃあ皆さんえいえいあー男前の林さんです。あの過去テクノス自体は初めてですか今日来るのは。あ初めてです。ねこれね一番いいなごっておっしゃるんですって、はい、あの1117っていうのをねはい、そうなんですよ。でもう今皆さんね中入って清掃活動してるんですけども林さんがお仕事でこの過去テクノさんとお付き合いがあるんですね。三菱さん川地さんとかいろんなところでお付き合いがある。なるほどね。過去テクノさんってええ会社ですよね。だってねこんな生態保存をしかも年に1回掃除したりね、すごいですよ。前私来た時も草刈りしてはったんですよ。へえ。こんなん保存するっていうのは結構なやっぱ労力かかりますからコストもかかりますしね。やっぱりいい会社にはいい人が集まってほしいですね。電車愛ですね。電車愛ね。鉄道愛。郷土愛。あ、お嬢ちゃん。行きましょうか。掃除をしようぜ。外してしまう。あ、シート外した、ね、はいはい。いいですね、この風景も。こんなもなかなか見られへんもんね。あ、ほんでね、さっきも話しててシート外出して叩きたいなって言ってて、円であればね、はいはい、うん。でね、ここ開くじゃない、開いてるじゃないですか。あっち全部開かないんですよ。あっち側の扉は。開かないんです。そう、今なんかほら気合入ってやってるでしょ。一番かなのが閉められへんかったら一番かなんだ。そうですね。開けたものを閉められないと一番良くない。そう。開けしまないな。それほんまに閉めれる？閉めれるやろか。
あ、そうなの？そうね。ミクト君さ、電車の中掃除するって初めてやんの。そりゃそうやわな、こんな機会ないもんね。自分の部屋でも掃除してるの。大丈夫ですか？できますか？するよな、電車あるもんね。ミクト君はどこの鉄道が好きなん？やっぱり JR。 あ、JR？JR 国鉄が好きな、もともと新鉄って言わなかったの。北新急行は JR 作ってるから。あ、そうそうそう、新幹線作ってんねんね、この会社。いや、新幹線そのもの作ってないけど、新幹線の中の部品を作ってる。そうなんや、ね、ということで、おじさんに見習って頑張ってください。今ですね、このシートを分からんようになるからということで、この左側だけ先行して持って降りることになりました。で、外で旗越えないかと。シートってさ、干すねんで。あ、旗く前にほうきで掃除してか。お父さん頑張ってるじゃないですか。いやいや、そうや、ミクト君も頑張っとるやん。ミクト君ってさ、漢字難しいよな、名前かな。ほこり出てる？うん、出てる。いいですね。叩いて出して、それで履いて。そうそうそう。あー、ええ感じやね。綺麗にしよう、綺麗にしよう。皆さんね、こう拭き掃除してくださってますよね。辻田さん、頑張って拭いてますよね。ほんまやね、ちゃんとここを開けて、ここを拭くところがやっぱプロですよね。寺田さんなんかもここの上拭いてるもんね。そうそうそう、ここでめちゃたまるんですよ。やるね、プロですね。鉄道、鉄道愛を感じますね。これね、シートもう叩いて拭いたやつは入れ替えていってもいいですかね。はい、ね、そうやね、はい、一遍戻してですね、はい。なんかしんど、なかなか大変ですねこれ。お、えらいスムーズに上がりましたね。あ、短いからか。あ、みゆちゃん暑い、まあ汗だくやで。任されました。うまいよね、上手よね。さすがプロ。あ、プロ。いやいや、元プロ。元プロ。いや、なかなかですね、鉄道のシート運ぶって重労働ですね。あれ、清掃の方本当大変ですね。今ね、これ加工テクノスのおトイレ借りたんですけど、めっちゃ綺麗ですね。これ最近できたんですか？休憩スペースですか、これは。へえ、お、すごい、お綺麗な。お、電車もここ座ったらね。あ、ちょっと綺麗。あ、これ桜の木ですか。桜がちょうどあったらちょうど綺麗ですね。なるほどね、花見もいいですね。そうですね、はい、じゃあ頑張ってまたやってきます。はい、はい、いや、皆さん一生懸命ですよ。熱い、26度ぐらいと思うんですけどね。まあ体を動かしていると当然熱くなるわけでして、すっかりも汗だくでございます。この撮ってる時が私の休憩でして。どうですか、綺麗にしてますか、ええ感じ。運転台で清掃するなんてないですもんね。みゆちゃん元気。お父さん頑張ってるやん。外から撮影。これが休憩です。すごいね、これ指定工期とか外、これ、あ、これはカバーもともと外してるんやね。はあ、こういうのんですよ、床下はっていうのも見れるということですね。それ全部外すんですか？
え、辻田さん、それ外して、はい、外して拭いていくんですか。どれ。それ、あの、いや、これは外してない。社内釣り広告。外してない。なるほど。外したらまたはめるの大変。はめ大変もんね。あの、そのこと、あの、ちょっと、うん、あ、台がいるもんね。あの、踏み台がいます。はいはい。絶対、あの、怪我せんように。私、あの、4回運んだんですけど、多分、あれですよ、寺田さんも5回目ちゃうの。ねえ、腰痛めんようにね。ちょっと上上がらない、ちょっと待ってもらっていいですか。